夕焼け、吉野宏。いつものことだが、電車は満員だった。そしていつものことだが、若者と娘が腰を下ろし、年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って、年寄りに席を譲った。そくそくと年寄りが座った。礼も言わずに年寄りは次の駅で降りた。娘は座った。別の年寄りが娘の前に横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかしまた立って席をその年寄りに譲った。年寄りは次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることはという通り、別の年寄りが娘の前に押し出された。かわいそうに娘はうつむいて、そして今度は席を立たなかった。次の駅も次の駅も、下唇をぎゅっと噛んで体をこわばらせて、僕は電車を降りた。固くなってうつむいて、娘はどこまで行ったろう。優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にあらず受難者となる。なぜって、優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから。優しい心に責められながら、娘はどこまで行けるだろう。下唇を噛んで辛い気持ちで、美しい夕焼けも見ないで。